さあそこもも、ろはい、どうも高橋です。よろしくお願いします。おしえがおちじゃあ、きたいと思います。そんやさあ、中国語で始めたいと思います。いやいやいや、中国語はちょっと無理なんで、はい。えー、っと、今回の内容はですね、昔の文献にまつわるちょっとお話をしようかなと思います。銅作りって、実は五銅じゃなかったっていう話でございます。 はい、えー、っとですねこの番組はですね昔の文献に基づいてですねあのー、皆さんに実力を伸ばすための方法であったりまあ、経験者の人たちはより知識を深めるための、えー、チャンネルで、えー、ございますよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いしますはい、で今回の内容はまあ、9道の世界でよく言われる5道ってあるじゃないですか道皆さん5道って言えます5道ってこうね退かないね、かからない で、そらず、かがまず、で、その中、中央の胴作りってあると思うんですけども、あれのことですね。はい、で、えー、まあ、せっ全くかかる、あとかかる胴、退、まあ、く胴を、えー、のきろってやつですね。で、こう、そる、えー、とソルトのかがむと、で、中央のとで、宮殿の世界では、こう中道がいいというふうに言われているんですね。はいでえー、実はいでで実すねこの中央 どうどうっていいよね。っていう風に言われている。由来とはどこから来ているかって言うとですね。これは美醜地林休ーンのですね。はい、美醜地林の休日書のはい、えっとこれね。中央ということっていう文章があるんですよ。こういう文章があります。で、まあ、現在私はですね。この美醜地林休日書ですね。はい、壁流であったり、小笠原流であったり、武田流のまあ特徴までえ書き,つき尽くされて。 弓、えー、道の稽古によって「来神技来知神」ってあると思うんですけどもええー、あれですね来汽、えー、は儀来汽車儀の文章の内容とかが入っているんですけどもどうやって弓道を稽古することによってこの来汽車儀の境地であったりとかまああるいはですね胸の使い方であったり腕の使い方であったりっていうのが、まあ、満載でですねこういう内容をですねオンラインに、えー、ご説明してるんですけども今度ですねお話ししようとしている内容がその道作りの 話をちょっとしとてねでその胴作りの内容でえ実は皆さんこれちょっとねもしかしたら勘違いされているんじゃないかなと思ってこれちょっと情報をシェアしていきたいと思うんですけれども胴作りはね5つじゃないんですよ5つではなくて正確に言うと3つあるんですよ分かりやすく言うとだから合計8つでございますで「は?」ってもらえるかもしれないんですけどもえっとこれちゃんとなんでそうなってるかっていうのをちょっと理由しますまずこの 道作りの5度っていうのが一番最初に出た本っていうのは碧壇将政塚の碧流の書籍の古書に書かれてあるえー、とこの「反らずかがまず乗らずかからず相対釣りあってば中央なる」ねこの文章からあーこの5度っていう概念ができたんじゃないかというふうに強く考えられますあるいはですね「微修竹」これはもう何百年前のもう江戸時代にこからもある書籍でございますけどもはいこれはですね 射形に応ずれば反らずかがまず乗らずかからず相対釣り合って偏ることなくっていう風な文章がここで現れるんですよおそらくここの部分をですねまあ、胴体の据え方が反らずかがまずに乗らずかからずまあ釣り合ってなんかこうバランスのいい胴作りを作った方がいいですよねっていうことをですねと解釈して まあ今の弓道の先生たちがこの昔の文系がここの部分を見て「五は五道」っていう概念を説明されたと思うんですけどもえっとねそれは実は一個大きな過ちを犯してまして意味が通らなくなりますこの文章を見たら。でまあまあまあ例えばそういう時にね何をやるかというと例えば五道作りってのは5つあると「そらずかがまずなんかこう退かす」って5つありますとね。 でだからこれのまっ,ぐいいっううすっぐがいいよねっていうふうに言われているわけです。まっすぐがいいよねっうふうに言われているんですかじゃあその次の文章の内容を見たら何かって言ったらですねこれね5つあるって言われていて次の内容に5系っていう内容が来るんですね例えば竹林の本だとちなみに美宗竹林の竹林坊という先生はですね壁壇将正塾のい、まあ、わゆる弟子でございます。 ツグの教えをまあ受け継いだ方でこの,この竹林坊ていうのは有名なんですけどもその中に語形っていうの話出てくるんですよ。その5系の文章を見てるんですね何のことが書いてあるかっていうとこの5つの、まあ、いわば違いのあるものをですね色に例えますっていうふうに言ってるんですねでその色に例えてそれが1個に交わった瞬間に1つの中央の真ん中の 重要なあー状態になるっていうふうに書いてあってですねいわゆる一にに収まる中央に収ままるるる中央ってて書いてあるんですよでこれもしも5つの胴作りの中の真ん中が大事であるっていうふうに言うならば言うならばですよこれ全然意味が取らなくなくるんですよだからこれは多分五胴の要は胴体の据え方がいろんなねじれ方があって でそのねじれ方を全部排除したまっすぐな胴体がいいですよっていう風に読んじゃうとここの部分が全く読めなくなるんですよ次の文章とかも読めなくなっちゃいますで実際ですねこの竹林の文章を引用してですねまあ、自分たちで流派を作って弓の引き方を解説されてる先生がいますそれが宇和さんだ宇和先生あるいは富田先生だはいこの富田先生と宇和先生ここの竹林の方どうなってるか 私はビチ,ューチク竹林のですね大角先生が実際に「えー、士官の書」と称してですねこのビチ,ューチク竹林90竹のあ中からの文章からですね抜粋した内容っていうのを全部私は持ってるんですけどもはい、この見事にですねここの部分は解説します要はそのおその道作りっていうのがあ要は5つあって、えー、そのことを昔の文献では説明してまあ案の定やっぱりそういうふうに言ってるわけですよところが次のここの文章になるとですねもうそれスルーされてます もうなななかっったここことになっててます。すここ。の部分説明してないです色はこういう色に分かれているんだっていうふうにですね東洋医学の,なんかその知識をお話はされているんですが、まあ、この東西南北中央って分かれていてですね、それはなんか語行の云々ぬかんで言うんだけどえじゃあその,その文章の内容の一つに交わるとか一体どういうことを言いたいのって言ったら。 「そらそる道とかがむドを合わせたら中央になるんだって言いたいいやそういう意味で多分竹林坊は言ってないと思うんですねそういう意味で竹林坊が何でわざわざこんな行々しい言葉を使っているかっていうと、えっと、これはですね例えばこういう仏教の本を読むとですね、えー、その一理に交わるってどういうことを言っているのかっていうのがもう全て分かってるんですね 一言,で言うと正解は、とらわれがなくなることなんですけども、はい。そのとらわれがなくなるって、あんまあ、どういうことなのそうなんです。これは、姿勢じゃないんですよ、もともと。この五道とか、その、そらずかがまずと言ってるんですけど、これは姿勢がそらずかがまずではないんです。主語が間違えてるから、次の文章であったりですね、さらにですね、次にこの文章がどういう内容が来るかというとですね、この、 ここに書いてある文章。これは、えー、旧道教本二巻の高木藩主という方がですね、解の説明でおっしゃられてる内容なんですけども、うん、三合三心という文献があるんですね。で、この三合三心って言葉は何かっていうと、弓と体を心を一体にしなさいっていうのは、もう何言ってるかわけわかんないでしょ。何言ってるかわけわかんないでしょ。え、てか、なんで銅作りの説明でいきなりこんな話になるのってもうまず思うじゃないですか。ほら、だからわかんないんです。わからなくてですね、これ、その、 先生はこれ何をおっしゃられてるかっていうとここの分かる部分を、まあまあ、相変わらず聞い取ってですね要は「自分の気持ちを高めろ」とか「某体を一つにして胸から引き下げ」とかなんか書いてあるんですけどそういうことを言ってるわけではないんですよね。もっともっっととシンプルなんだけど深い内容で、 いわゆるどんな状況どんな骨格どんな人間どんな経験どういう風に考えて弓を引いている人でも最終的にこのように考えを落とし込んでその弓を引いていく姿勢を整えていけば弓が引けるようになっていくとそれはどういう風に引けるようになっているかっていうと少ない力で大きな弓を引いて威力のある矢税を出してそして心が整えてですねえー、心,心が整えるっていうのはまたもっ,ともっと具体的に書いてあるんですけど人を比較しない。 えー、言われてもないのに人,人をですねそ知らずそ,そ知らずあ妬まずあそのようなことをしない人間になっていきますよっていうふうなのがですね、えー、この文章の中の一回書いてあるんですけどもつまりですねこれ胴体のいじゃないんですよで、すよ実際この魚住先生はですねこの「こその,官の書の」の文章の解説の本にはですねこれ全部は解説してないです。 で一方、私は何かっていうと、ああ、これはまああの仏教のね、あの三宝三神の内容ね、はいはいはい、ああ、これはね、五神の内容ね、ああ、前の時でよく出てくる、はいはいはい、はい、って言って、そこから読んでるので、私はこれ、どんな内容なのかっていうのは全部意味が通るように、かつ全ての文章の言葉を拾いながらですね、えー、解説することができます。で、実際私は弓を引けているわけですね、この竹林の、竹林坊のおっしゃる通りに、えー、弓を引くことができています。実際それをビデオで皆さんも見てもらっていますが会簡易サイトの人たちにね。 っていうことで,あのことなんですだから胴作りって5つではなくて実はこれ胴作りの説明でも何でもなくてですね実は胴作りの据え方ってまだたくさんあるってこの後に続くんですけどもその中を見るとあと3つあるんですよ皆さんがよく出る3つで弓道連盟の人たちが正社必中って言うじゃないですか形が綺麗だとかところがですよ胴作りが綺麗で肩の線揃ってるんだけど的に外れてる人ってたくさんいるじゃないですか 的に当たらない人っているじゃないですかあれってなんで的に当たらないのかっていうと一言で言えば5銅だけでは足りないんですよ説明があまりにもだってそんなの軽い弓使っちゃったらかかる銅なんかまずならないんですよ例えば男性の方で13キロの竹弓例えば長縫い水の弓とか使ったりするね長野い水ってカーボンも入っているしあのすごい反動が少なくて生きてるんで そんな弓使ったら右の左の肩が必要に以上に上がっちゃったらそれってもう体力不足としか言いようがないんですね。そんな軽い弓で 1 2キロ1 3キロとかだったら6キロの荷重かかかんないんですよ体の左半分にはそんな 6kg の荷重でね人間の体のまあ20%から30%を占めるこの腕とあ肩の筋肉ですね肩の筋肉はまさかそんなね疲労を起こすわけがないと思うんですよねでそれで疲労が起こっちゃうっていうのは何てかっていうとそれはまあなたの体力の限界だと思うんですよだから肩の線が 必要以上に線が崩れるってことはまあないわけですよ。ところが的に当たらない人っていますよね。実際私はま去年、えー、去年11月にですね、これは実際集計を取ったんですけども、東京のとある地区。 はい、えー、奇数の地区です、えー、第1地区か第3地区、ここでは言わないんですけども、えー、その中で社会を行って、ですね、何百人を対象に、的中率がな50%以上が何人に出たかっていうのを調査したところ、ですね、7人っていう結果も出てるんですね、これ、何百人中7人かとは言いませんが、あの数字で換算すると、ものすごい低いパーセンテージなんですね、つまりそれだけ弓道連盟の人たちって、正社必中とか、なんかその、両肩を揃えるように、腰を揃えるように、そう、あかってん、うん、なんで当たんないの だけでで足りないんですよ全然全く足りないです。もっとこの3号3審の内容であったりとか中央っていう文章のこの5つの色が交わって無色になるってどういうことなのとかあ,あるいはですねこの神義依頼事につながるような道作りとかそういうことを言わないと実は銅作りっていうのはただ単にまっすぐに立って棒みたいに立ったったらいいっていう話では全くないっていうことが分かるんですね。そのことも書いてあります。だから あこの胴作りっていうのは実際5つだけでは全然足りなくてそのせいで要はまっすぐなんだけどもあと3つその胴作りのまっすぐなんだけどまっすぐ形がまっすぐに見えるだけで良くない胴作りとまっすぐなんだけど微妙に形が良くない胴作りとまっすぐなんだけど結構理想だよねっていう胴作りのまあ3種類があるわけですよ。それがあるからその3つのどれかにハマってて当たってないんですよ。 まあ、そこの内容とかはですね、あのー、私たちは会員サイトでこう共有してお話をしていきたいと思うんですけど、ぜひですね、これからこう的中率を上げたいと思う人はですね、えー、そのように胴作り、はい、これがまあどういうものなのか、胴作りなぜ重要なのか、何がどう重要なのかっていうのをしっかり突き詰めて、えー、勉強していただければいいと思います。そして、じゃあその具体的な3つって何 <laughs> その、まっすぐなんだけど良くない胴作りってあるのあります。 まっすぐ,ぐなんだけど、えっとえっと、もっと逆に言いますよ。ままっすすぐじゃないいいいんだけどりいいりもありますはい、これはですね昭和9年のあ昭和10年のですね、えー、梅地先生というのに書いた「墓前」という雑誌に、えー、これはもう載っている内容であるいはですね碧、えー、男女正次のもう一人の弟子吉田さんって方がいるんですけどこれは後に吉田ゆうって言われる流派があるんですけどその吉田先生のですね弟子と師匠の問答の中にですね道作りは各各この ひねり方あると思うんですけど書くひねり方は適材適所に使っていいんですよって書いてある文章もありなすいやいいんですよ使っては左肩上がっても全然問題ないです左肩全然上がっても問題ないし右の肩も上がっても全然問題ないし反ってもいいしかがんでもいいです何でもいいです私はどんな胴作りの骨格がの方が来てもそれそうにまっすぐ当てさせるように指導させる自信はありますそれは何でかっていうと胴作りがまっすぐが正しいっていうのはこれは違うっていうのが僕は知ってるのではい だからそれ人、その人それぞれに骨格を合わせてあ、君はこういう骨格だからこういうふうにした方が弾きやすいよっていうことをアドバイスすることができます。はい。で、その3つって何なのかって言ったらですね、申し訳ございませ、うんここまで言っちゃうと、もうこのあの、有料の会員の人たちとかが怒ると思いますので、無料でここまで喋っちゃうと申し訳ないですけども、これ以上先はですね、えー、言うことができません。なので、えー、この内容の次が知りたい場合はですね、番組概要欄の中にですね、えー、その、ね、会員サイト。 があります。 えー、あるいはですねもう初心者の人でとりあえず中ちょっとちらっと覗いてみたいっていう方でですね月1000円未満で入れるですねかつ初心者の人たちが爆伸びする練習方法がたくさん載ってるサイトがございますそれを見てですねまずは大きく引いてしっかり当てられる構えを作って自分で考えられて自分に自信を持つようになってから、まあ、そういう深いところを勉強していただければいいと思うんですよねという内容で,でございましたはいなので胴作りっていうのはしっかり研究してみてくださいその胴作りって何を研究しなきゃいけないのかっていうと 五度以外にもいろんな銅の崩れ方っていうのはまずあります。この銅の崩れ方って他もっとたくさんあります。めっちゃあります。具体的な数字の単位、単位を言って竹林棒は説明します。えー、そこの部分もですね、この竹林の後の文章にの続いてきてですね、そこもあ,あるわけですけども、それもちゃんと入ってます。それを入れて、今一度30条文字とか、銅作りとか、そういった内容を考えてみてください。以上です。それではまた明日、ありがとうございました。